はい、こんにちは、カズボーです。ドラゴンクエスト9続きやっていきたいと思います。前回ね、これね、残された夢の地図、レベル84ってのを見つけたんだけど、コメントでね、おすすめ地図ってありますかっていうコメントがあったんで、あれ、ここじゃねえな、ここか、あいないな。まあ、おすすめなのかどうかわかんないけど、ちょうどいいかなと思って、このゲームなんですけど、またちょっとおさらいね。一回 B の1から始まりますよね、もちろんね。で、B の1から始まって、3階にね、3階から宝落っこってんですよ。それで、ランク最大の宝が、9階に落っこってんですけど、9階からなんですよね、抽選がね。13階以降あれば、結構落っこってっかな、1個ぐらいはあっかなって感じはするんですけど、自分今目指してるのが、S6 とか、最高の宝が6個ぐらいある地図ね、最終的に拾えればいいかなと思ってね。また最初からやりたいしね定期的にやると面白いんだよ。あれからだいぶ経ってるからね、5年ぐらい経ってるよね、前の配信からね。だから、程よく忘れてるんで、またやったらね、また前みたいに極められると思いますんで。だからずーっとやり、5年ずつや、5年ぐらいやり続けてる人からしたらね、あそここうですよ、ああですよって歯がゆう部分あるかもしれないけど、ね、5年も覚えてる人間多分いないので、ね、自分そういう感じなんですよね。で、ここ確か9階の、行くまで結構大変だね、ここね、おすすめかわかんないけど、すぐ近くに階段があればいいんだけど、9階まで最短で行けるようなね、階段があればね、邪魔くさいね、本当にね。もう避けれたね。でも一回クリアしててお宝探しとか使わなくても階段どこにあるかわかるじゃないですか。ね。アナログコントローラーじゃなくて十字キーで今プレイしてんですよ。っていうのが、アナログコントローラーぶっ壊れてまして、いじるとね、一回多分いじるとほら、ボタン押してないのに勝手に進んじゃうのよ。ね。そういうのがあるから、あと下画面いじってもこうやって動けんだけどね。矢印でっけどね。で、こっから抽選なんですよね。だからこういう感じで、ね、ハイパイトするんだね。これ5だっけ？ね、賢者の聖水はちょっとランク高い感じだね。こんな感じで3階から落っこってんだけど、今みたいな感じでね、9階降りた瞬間階段の横にランク10ね。ランク S ね。S って言い方と10って言い方2つ言わないとね。なんで S って言わないんですかって言われるし、S って言うとなんで10って言わないんですかって言われるんで、どっちも言うしかないんだけど、ね。S イコール最大ね。ランク10ね。で、A が9ね。メタスラ系が入ってるやつ。10は最高装備になる、なり得るものが入ってる。毎回説明してんでもう言わなくていいかなと思うんですけどね。同じ説明を何回もしてますよねってよく言われるんだけど、同じ質問それ以上に何回もされるんで、答えてるだけなんでね。例えば今回だったら、なんでランク10って言うんですかとかね。毎回言ってるんですけど、初めてましての方はね、そういう質問してきますんで。だから初めて見てる方にも配信してますし、ね、ずっと見てる方にも配信してますんでってよく言ってますよね。今回この地図から出た地図に行こうかなと思ってるのが目標です。で、で、音もちょっと調整したんですけどね。あと、それレベル上げもどこでしてますかとかね、今メタルキング出るような地図で、やったら一番いいんじゃないかな。メタルキングしか出ない地図とかもあるけど、自分ね、基本、自分で拾った地図でしかやりたくない人な。お、ドラゴンの杖。これは8か。ドラゴンの杖なんかね、他のドラ系だったら最高ランクだよね。なんだけど、このゲームだともっと上あるんで。ね、このお金見ただけでどのぐらいのランクの宝かわかるんで。宝の場所と中身のね、ランクはね、変わらないんで、もう地図ができた、ダメか。地図ができた時にね、抽選になってるんでね、このゲームはね。今、7回ぐらいか。賢者とか素早いんですけどね。
わざとステータス999にしてないとかね、そういうのもありますんで、まあ、強さ見たらわかんだけど、だから、主人公の翼816じゃないですか。なんだけど、ボッコさんちょっと低いんですよ。あれキャラか、こっちか。ね、720じゃん。で、こっち822の800ってなってんじゃないですか。ボッコさんだけちょっと遅いのは、まあ、ちょっと変えたところでね、まあ、多少は変わるんだけど、一番最後に攻撃してほしいのがボッコさんなんで、かといってスピード遅いとね、まあ敵に先手取られてしまうからね、やっぱそういうことも考えないといけないよねっていうね。あれ、ここだったよね、前の地図。こんなめんどくさかったっけ？これ今8階じゃないですか。だから9階の降りたところに、宝あったのここだったよね。違ったっけ？前回やったらここじゃなかったっけ？あれ違う。あれ？前回やった地図ってどこだったっけ ?84 だったよね。あれ前回やったのどこだったっけ？オリハルコンが入ってるって。あれランク10だよな、確か。コスパいいやつ。そっから出た地図か、これ。ああ、まあいいや。新しい地図がちょうど欲しかったんで。ここの地図はいらないかな。いらないよね、この地図ね。そんなに必要な地図ではない、ね。めんどくさいもんね。だマップの中身とかさ、なんか、あ、遠いなーとか感じるじゃん。だそういう地図はね、それでもう、あんま大したの起こってなかったりとか。まあ、そういう地図はいらないかな。ね、それでもう本当に降りた瞬間、降りるまで結構ね、隣の部屋に階段があったりとか、まあ、このぐらいの感じだったらいいよね。だそういう地図が、やっぱりレア地図っていうか、まあ、配置もね、そうなんですけど、それ言ったら全部レア地図になっちゃうんでね。まあ、多分この実況してて、自分の言わんとしてること多分わかると思うんですよ。実況なかったらこれ全部文字で入れなくちゃないんで大変なんですよね。自分がどう思ってるかとか、どういう意気込みで実況してるかとかわかるんじゃないですか、そしたらね。ね、階段見つけるの大変だもん。13階とかだったら結構なんかいいの起こってそうな気がするんだけどね。忘れるよね、本当に。武器系は、こういうとこに起こってんだけど、防具系はボス倒さないとね、落とさないんで、まあ、ボスはね、やり込んでれば溜まっかな。これ小さめだる時点でもう10じゃないからね。そういうのもね、忘れてたんですよ。なんかこうすごい遠い部屋にさ、一個だけ宝ポツンとあってそこが最高ランクとかさ。まあ、あ、天使の羽。これ9かな。6か9です、天使の羽は。9はランク A ね。だけど、9だとしたらメタスラのコテとか、まあ、まあわかんない。メタスラ系とかね、コテじゃなくてね。メタスラ系とか、あと玄魔石とか、あの宝箱もう一回入って出れば、まあ9確定ですね。玄魔石っていうのは6には入ってないんで、で、なおかつ天使の羽入ってたから、6か9でしかないんですよ。絶対6か9なんですよ。2しか天使の羽入ってないんで。で、そういう意味で金塊とかもね、8か10にしか入ってないんで。だから、金塊拾った宝で次入った時に、まあさっきのドラゴンの杖とか入ったらランク8なんですよね。で、リサイクルストーンとかね。まあ、そんなん入ってれば、もう重確ですね。お、武神のブーツ。これ7だったっけ ?16 回以降ないよね、このゲームね。程よく忘れてるとどんな地図だったっけなーみたいなね。そういう楽しみもあるから。やっぱ人間って忘れる生き物だけど、忘れたいことこそ忘れないし、覚えていたいほどこそ忘れるよね。はい。このボスの弱点とかさ、昔さ、見た瞬間分かったんだけどね。これ火だったっけこれ。ブラッドナイト。これは、まだ輪廻の盾とか持ってるよね。なんだかんだ結構時間空いてからやるからさ、忘れちゃうよね。無心でいいや。ファイヤーだっけ、まあ、ファイヤー。収録下がった。今、銀河の剣のね、威力はこれだね。これで1000超えすれば、あー、2190。
お、痛恨。あ、違うか。ヒヒーンってね。まあ、いろいろ試しゃいいんだよ。アイスに変えたところで、あ、ダメージ相当いくな。まあ、20でね。2000ぐらいだったらこれじゃあこちらね。あ、どっちだこれ弱点かな、わかんねえやもん。いや。でも3000ってことは倍の6000、7000、8000いくよね。ああ。69はどうなんだろう。一回入ってみるけど、入ってみて、この地図いらないよね。だから整理しながら行けばいいんじゃないかな。いずれいいの拾えと思いますんで。もう切り替えていかないとない。残された夢の地図はこれにはいらない。ちょっといらないです。今拾った69行ってみようか。未発見。あ、結構あんな。見えざる運命。これなんだっけ、大いなるとか見えざるとかなんかそれで、なんですごいんだっけ、これ。大いなるとかじゃあいいのかな。あー、大いなるだとグレーなるだね。ここは金塊原子の道具だから、あれだ、ホロボスだよね。あー、大いなるは結構いいな。待って、大いなる、グレーなる。でもこれさ、ハテナって書いて、これグレーなるがいる場所だったら、お宝の確率のとこに、もう無条件で世界樹のハテ書いてるはずなんで、だからこれはもしかしたら9ぐらいかな。これは、あれだね、戦闘したいの右下だよね。ああ、キノコ。まあ、今回こんな感じで。明治ポンポコなんか忘れてたのいいね。こういうモンスター好きなんだ。ランドゲーロとかさ。メフィストフェレスとかさ。ドラケー9ちょっと面白いね、兄さん。ドラケー9にしかいない、あんなの。明治ポンポコ。だから10とかに出てきそうだよね、そのうちね。戦闘したいの右下だよな、あれ。ドルマゲスの地図がここら辺にあったような気がする。もうだいぶ前だからね、やってたのね。店長。まあ、こんな感じで配信していこうかなと思ってます。で、ちょっと目星になったね。まあ、裏チャンネルとか、まあ、そんなんでやりますけど。なんか裏チャンネルでちょっとだけバズってる動画あったよね。あれ？これ。ここら辺か。あれ？あ、こっちだね。あ、なんで離れたとこに降りてる。こっちだ。ここら辺にある。よし。大いなる運命の墓場。お、1階から魔王の仮面がいる。ちょっとレアかな。ね。魔王の仮面なんか全クリ後にしか会えないからね。だからそれが1階にいるってことは4階、5階か。5階だよね。5階からまた抽選始まるんで。ああ、しかも階段近いね。3階まで。魔王の仮面も避けやすいよね。通路。サタンメールも痩せてっからね。ああ、それまではめんどくさいね。3階には大したの来てない。9階から。ああ、ちょっと遠いね。マデュラはあんま戦いたくない。めんどくさいんだ、あいつ。お、ブルドーガ。ブルドーガじゃねえ。アイアンブルドー。ブルドーガ。あ、宝あったけど、3階にあれもしかして9とかあるかもしんない。まあね、ここは調べる価値はありだね。ヘビーメタル7か。あんまり良くねえな。だんだん思い出してきてるでしょ。ちょっと上見ようか。まあもう近く、階段の近くになければ、階段近くにもう銃とかあればちょっと回ってみますけどね。あ、これいい地図だみたいな。そういうのでもいいかも。カズボーロッカーの地図でどっかのロッカーで貼ってくかもしれない。お、オープンフィンガー。これなんだっけ、あんま大したことないよね、オープンフィンガーってね。でもなんか宝からしか出ないもんね、あれ。売ってないよね、確か。非売品とかもたまに入ってるから、だから、物干し竿持ちメイドさんぼっこさんとかね。お、これでどうても。あ、ちなみに、ちょっと画面消えた。大丈夫か。
あ、ごめんなさい。なんかね、これさ、UR いたね。収録してんだけど、この 3DS の画面をね、すげえな、ボッコさん。パソコンに移して、それをキャプチャーしてるわけよ。だからしばらくいじらないとね、パソコン消えちゃったりするんで、ちょっと設定なんだけどさ、自分が設定してないだけなんだけど、ね、そういうのちょっとあるからさ、そう今、画面消えて焦ったんだけど、レア地図で、待って、これ、声入ってるよな。ちょっと待ってね。はい、ごめんなさい。あ、できてた。3DS の画面を、消えたら消えたでさ、音とか消えちゃってたら嫌だったからさ、設定も戻るのよ。なんかさ、Windows 11にしてからちょっとね、今まで10使ってたんだけど、11にしてから、仕様変わっちゃったから、で、あと、慣れない機械もつけてんのよ。音があんま取れないとかさ、いろいろあったから。だからね、それが、なんか配信が遅れてる元だったんだけどね、実は。まあ、風邪ひいてたってのもあるんだけど、そんな理由なんで、風邪ひいてたって実況できんじゃないですか。あ、賢者の聖水。それで、ね。だからこれからもっと風邪ひくかもね。これどっちだ？下。VR でかいんだよな、範囲が。あ、下から繋がってそうだね。うわぁ。いやぁ、こういうの一番嫌だ。あ、それでさっき言おうとしたんだけど、レア地図ってのをね、いろんな意味のレア地図がありましてね、このゲームは。例えばボーンスパイダーとかもそうなんだけど、ボーンスパイダーしかいない地図とかさ。13階にボーンスパイダーしかいないとかさ。なんだっけあれ。あれしかいない。ゴールデンスライムしかいない。ゴールデンスライムか。違う、間違えた。オンリーの地図とかさ。病気だよね。ゴールデンスライムの名前忘れそうになってるもん。もうめんどくせえな。倒したところで意味ないんだけど、逃げたくない。一回も逃げてないからね。自慢とかじゃなくて、なんか嫌なん分かる。自慢じゃないよ別に。まあ自慢になるんかも分かんないけど、自慢の一部なんかも分かんないけど、ここまでやって一回も、ね、逃げてないし、一回も全滅してないのよ。だから、なんかそういうとこちょっと自分こだわってるんですよ。他はあんまこだわってないんだけど、そういうのはめちゃくちゃこだわってんですね。賢者の聖水2個か。でも10の可能性あるよね。待って、VR ばっかでね、VR しかいないとかあったらちょっと嬉しいよ。それはそれで嬉しいっすよ。もうね、これでボコさんがね。あ、ちなみに、まあ、ボスもちょっと倒し方あって、まあ、魔王の地図なんだけど、デスタムーアだけね、4人マダンテだね。ための4017以上ダメージ出ないんだ、このゲーム。え、これ BR だったよね。え ?7 回 BR だけとかないよね。ああ、魔法の仮面出ちゃった。あれ待てよ。BR と魔法の仮面だけとかさ。あ、そんなのもあり得るよね。ああ、サタンメール出たね。言うと測ったように出てくる。なにこれ？マジかよ。え？階段どこ？この狭いところにさ、ビュアルとか出られると困るんだよ。
あいつ下からニョロって出てくるんじゃん。あ、あった階段。ここに出られるとちょっと嫌なんだね。魔王の仮面は横スルーできます。サタンメールもできるね。はい、こいつは無理。だからここコマンド開いて、まあ、こんなん別に使わなくてよかったんだけど、ね、してるんだけどさ、コマンド開いたら、モンスター横取ったらスルーできますよってね、もう4年以上前だけど、コメントめちゃくちゃ来てて、もう一回一回してますよって答えるの嫌だったし、ね、せっかく言ってくれるのにしてますよって返すのも嫌だし、うん、まあ、知ってんだけど。BR、BR、BR だね。待て、BR。あー、サタンメールだね。ここの広場っていうか、まあ、8階だからね。はい。こっから本番です。9階。お !9 階のここが、何ある?あー、ブドウエキスか。ダメだね。ここでさ、何銀河の剣じゃねえや。なんだっけ星屑の剣とかさ。すげえな。すぐ近くに階段あるじゃん。案外階段の近くに宝あったりとかね。ありえっからね。ちょっとこの下だけ見て。ないね。あそこ。わあ。やっぱりレベル高いね、この地図ね。よし。あ、まあいるかなと思ったけど、まあいいや。ミスんなよ。せっかくばらけてんのに。ドラケ4にさ、このモンスター出てきてさ、色違いないに出てきた時にびっくりしたね。マジでと思って。そこら辺面白いの、ドラケは。今までいたモンスターの亜種がさ、いきなり出てきたりするから。イレブンとかもそうじゃないですか。大ガラスの色違いが、今までだった、あれか、デスフラッターしかいなかったのにさ、ヘルズクローとか言ってさ、下のドクロもなんかスカルゴンの頭みたいになってるしさ。お、ゴールデンスライム。天使の鈴。あれ、天使の鈴っていくつだったっけこれ。天使の鈴か。だから今年ね、PR。多分、ドラケー9やってる人だったら分かるけど、BR 多分嫌いだと思う。範囲広いんだ。このボーンスパイダーも多分あんま好きじゃない。お宝探しか。これもなんかね、当たりそうだもんね。当たり判定が広いのよ。魔王の仮面は大丈夫。大丈夫なんだけど、ちょっと画面斜めにしてた方がやりやすいんだよ。はい、来た。ねえ、コマンド開いてると反対側行くんだ。これ当たんねえよ。当たんねえ。いやー、いやらしいね、ほんとに。大丈夫か。さて、この部屋だけ見て。ドラケ9やってくれってのはいいんだけどさ、別に嫌じゃないから、嫌いじゃないからね。やり続けることはできるんだけど、やるってことはさ、いやまあそうなんだけど、自分暇、まだ仕事しててさ、まあ暇な時間とか、空いてる時間とかしかやっぱできないじゃん。ね、仕事辞めてまで実況できないから、辞めてまで実況するったらこれで食べていかなくちゃないぐらい、まあね、いろいろ大人の事情とかあるじゃん。だからそこまででもないんで自分。だからそこまでなれば、ね、もう今の2倍速ぐらいでドラケ9は配信できるかなと思いますけどね。ただそれには職を辞める勇気が必要だけど怖いじゃん、何やかわかんないし。そんな恐ろしいことはさすがに家庭持ってるんでできないんでね。だから毎回その
ね、ジョーカー3やってる時もそうだけど、まあ、ジョーカー3とかドラクエ9とかね、結構昔人気あってね、まあ、そのままやり続けてればね、まあ、今より、まあ、チャンネル大きくなってたんかなっていうのはあるんだけど、仕事辞めても配信してくださいって言われて、それがもうね、自分どうしても心に引っかかってて、ね、プラチナキング。できるわけないから、まず自分が御曹司の息子とかね、そんなんだったらね、できるかもしれないけど、そうでもないからね。ごく普通の一般家庭なんで。まあ、ごく普通かどうかはわかんないけど、基準がどのぐらいかわかんないけど。それはちょっと無理なものは無理なんで。だこれが、お、なんだ、これ、だからさっきあった、これ。お、おかしなくちゃ。養われてたりするとさ、まあそういうこと気にしなくていいんだけど、ね、養う側になるとさ、食いっぱぐれるわけいかないから、子供もいるし、そういう大人の事情が出てくるわけ。まあそういうのもあるからね。だすげえ高級鳥とかだったら別にいいんだけど、そうでもねえさ、ねえさ。もうそこまでやっていく元気がないわけよ、自分は。まあ、仕事はしててもね。だからサボってるわけじゃないけど、やることはちゃんとやってんだけどさ。仕事が嫌いで仕事行かないとか、そういうのはないから、自分。ゲームもそうだけどね。もう嫌で行かないってなるのも、絶対人間関係なんで、多分自分と同じ気持ちの人いっぱいいると思いますよ。多分この年で人間関係とかね、なんかいろいろ言う人いるかもしれないけど、お、現魔石、9だね、これ。メタスラ系入ってるかもしれない。多分それ言ってる側とか、言える人にしか言ってない人なんじゃないかなってちょっと思っちゃうんだよね、自分は。だ今はでもそういうの気をつけた方がいいですよ、パワハラとかあるから。だなんか仕事しててもね、まあ自分こうやっていろいろ言ってっけど、あ、ミミックか。だ全然関係ないグループの人とか、なんか自分のとこ寄ってきますからね。ちょっといろいろ生活音入ってたらごめんなさいね。設定ちゃんと してるんですけどね。もしかしたらそういうのあるかもしれない。今回結構動画になってるな。じゃ撮ったら、次の地図、もう行っちゃいます、これ。あんま大した地図じゃないんで。ただ、敵はいいよね。賢者の聖水2個あったけどさ、あれもしかしたらいいのかもしれない。あと、現場石あったから、まあ悪くはないよね。ああ、つくよね、さすがにね。ボスなんだ、これ。グレーナーじゃない。ああ、ブラッドナイトに愛されし者だな。まあ、スーパールーレとかなんか調子たたた使えばね、まあこれも。ちょっと待って、アイスフォースで試してみたいんだけど。これで1減って1000ぐらいいけば、待って1000。あ、こっちだな、弱点。アイスホースだな。あ、待って、違う。あれ？ちょ、待って、さっき、待って、ホースかける前にダメージいったね。ちょ、待って。何もしないで1900いったな。で、火で落ちたから、やっぱアイスだな。ちょっと待って、試したい。多分これでいけと思うんだけど。さっきテンションだけかけてたの。ピーピー、あー、いくついく ?1000 ぐらいいく。あー、1504か。あー、アイスだな。まあ、遊んでも倒せる。サミナリ好き。やり折れっつをね。強靭な肉体してっからね。かわいそうだね、本当にね。ああ、これどっちだ、ブラッドナイトどうだっけ、まあ、全部調べてさ、メモっときゃいいんだけどさ。もういつも終わった後めんどくせえなって思って。リンネの盾落とせばいいんだけどね。63、だんだん下がっていくね、レベルね。
じゃあちょっと整理しながら行こう。忘れちゃうんだよ、自分。次の動画の時これやりますって、次何やったっけってなるし。ね、メモっときゃいいんだよ。メモってるくせして忘れるからね。81か。もう一個一個消していけばいいんだよ。だから大した地図じゃないもんだって、こんな別に取っといてもいいわけ、いいような地図でもないしね。見えざる運命、今ここだよね。はい。ということで、今拾った地図を次回行きたいと思います。はい。まあ、こんな感じで、ちょっと、こんな感じで、こんな感じでちょっと連撮りしていきますんで、今後ともよろしくお願いいたします。ね。それでね、まあ、装備品とか見たい時とか、あれば、まあ、お見せはいたしますけど、まあ、今お見せすればいいか、そこだけ。まあ、最強っちゃ最強なんだけどね。ここもね、銀河の剣とか、これね、賢者なんだけど、賢者って言ったら杖なんだけど、このゲームね、剣にした方がいいんで、まあ、賢者にしてるのが素晴らしさ高くして、ダメージ的にね、低いけど、まあ、別にダメージ狙ってるわけじゃなくて、切りつけた敵の守備力下げるじゃないですか。だから、ハヤブサの剣回だと、ね、2回切るじゃないですか。ね。だから、4回切るわけですよ。だけど、銀河の剣だと、ハヤブサ切りやると2回当たるんですよね。だから、2回下げる効果、まあ、かかる可能性があるということで、2人装備してんだけど、だから4回チャンスなんだよね。だから下手したら、かなり守備力下げたっていう表記が出て、で、ここでテンションための、ONC の、ハヤブサの剣回で無心攻撃の、フォースかかった状態に2発はまるっていうね、話ですね。だからうまくいけば、フォースかかって、1人の2回、ハヤブサ切りでね、2段階下がりの、フォースかかりの、応援かかりの、まあ、ハヤブサ、ね、無心攻撃で、バシューンって一発で終わるんだけど、まあ自分は、応援貯める、まあね、応援、無心攻撃とか、テンション50でやるとね、だいたいまあ1万はいかないけど、8000ぐらい行く時あるんで、まあだいたいそれでボスは倒せます。ね、魔王はそうはいかないけどね。はい。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。